都庁でもワクチン接種がスタートしました。地上202メートル、都庁45階にある展望室に設けられたのは、築地に続いて都が運営する2カ所目のワクチン接種センターです。接種対象となるのは都内の医療従事者のほか、東京大会の関係者で選手と接する機会が多いスタッフを想定しています。海外から来る私どもの関係する検査員なども多くの方々がワクチンを受けて来日される予定だったので、私たちが原因となって感染源にならないというような安心感は出てきたので。使用するワクチンは IOC 国際オリンピック委員会から3万8000人分の提供を受けたファイザー製で、8月末まで1日2500回の接種を想定しているということです。